どうした、フレン。あら、ライネス、まだ生きてたのね。ラインハルト兵はちゃんと仕事してるのかしら。フレン、言っていい冗談と悪い冗談の区別ぐらいつけたらどうだ。はいはい、申し訳ありませんでした。まったく、俺やお前がラインハルト兵に遅れを取るとは思わないが、数の差は大きい。いつ命を落としてもおかしくない状況にあるんだぞ。そうね、リンデに聞いたところ、兵力差が2倍はあるそうよ。2倍ね。そうみたいよ。そうか、まあいいだろう。どうしたの急に。もらえるものはありがたくもらうけどね。これから忙しくなりそうだからな。俺は魔法が使えないが、フレンには役に立つだろう。ありがとね、助かるわ。ところで、なんでライネスって魔法が使えないの？勘違いしているようだが、魔法が使える人間の方が少ないぞ。才能があり、なおかつ修練をした者にしか身につかないものだからな。そうなんだ。私は本を読んだだけで大体使えるようになったから知らなかったわ。才能があるんだろうな。それに甘えて修練を欠かすなよ。考えておくわ。フレン、もう準備は大丈夫？準備は大丈夫かな。今回フレンにお願いしたいことは、ミッシアの森の調査ね。うちの軍に武器を輸入してくれている商人ギルドがあるんだけど、最近そこからの積み荷が破壊されることが多いみたいなの。破壊？ラインハルト帝国に奪われたのではなく、破壊なの？そう、破壊。確かにミンシアの森にはラインハルト兵や盗賊もいるみたいだけど、人以外に破壊された形跡があるのよね。なるほど、その異変を調査してくればいいのね。そういうこと。フレンは炎の魔法が得意だったと思うから、森の奥は調査しなくていいわ。街道を一通り見てくれれば大丈夫よ。ミンシアの森にはカゴがあるとはいえ、派手に炎魔法をぶつけて森林火災とか困るから。森の別の隊員？ああ、あいつね。わかった、そうさせてもらうわ。それじゃあ行ってくる。さてと、調査を開始しますかね。情報もないし、とりあえず道なりに奥まで行ってみましょう。それで不審なものがあったら、その都度対処していく感じで行こうかな。うん、そんな感じで行きましょう。
結界を作ってる兵がいるね。合格！倒さないと先に進めなさそう。焼き尽くせ！消し積みになりなさい。形跡があるわね。もうちょっと奥に進んでみましょう。
うわ、でっかいヘビね。こいつが積み荷を破壊しているのかな。